藤里乃です。菊池しおりです。これから2人には特別ルールで9ホールマッチプレー対決をしていただきます。勝ったら5万円、負けたら0円。リンゴルフアレンジマッチプレー対決、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかずっと上げてるね。さっきはフォローです。あ、さっきフォローだった。6番円でいきます。6番円。手前。手前ですか。ちょっと前。めっちゃ手前。うん。ちょっと。風なのか何なのかちょっと。多分ちょっと降ったよ。ちょっと降った。そうだよね。7番ヤンできます。はい。おー、ナイスオン。ありがとうございます。いいね。いいですね。音がさ、硬いもんね、なんか。アイアンの。なんか音がすごいですよね。バチッ。ボールが痛そう。ガチッって感じ。ボールいじめてるみたいな。すごいよ。いい褒め言葉です。すごい。ありがとうございます。プチッ。すごいよ。聞かないですよ。女子で。男子のみたいになりたい。すごい。いやもう本当にすごい。走ってトイレに行った甲斐がありました。めっちゃ走ってたわね。いつも走ってる。すごいもうちょうど温まって。温まったし、ウォーミングアップだった。またチップインやりえるからね。上から取っとく。お、ナイス。うまいね。うまいよ。本当にうまい。もう。オッケーです。オッケー。ありがとうございます。ナイスパー、ナイスパー。ナイスパー。ありがとうございます。うまい。よかったです。りのちゃんのバーディー取りたい。どうなるか、りの選手。リノ選手。バーディー取りたいな。ちょっとそこで変に気合い入れすぎないか。ナイス。ナイスバーディー。ありがとうございます。ちょっと一回落ち着いたのが良かったですね。そうね。はい。気合入りすぎてパチンってやんないで。一回落ち着いたのが良かった。そうだね。やるかもなってなさもんね。そう。だから一回息取ったのに。息取ったのにね。良かったです。ナイスバーディー。ありがとうございます。逆転したぞ。逆転したね。まだまだですからね。お。こんなところで諦めてちゃダメです。そうだね。まだまだだよ。私も油断しないよ。さっきのバーディーパット2ポイントリードしたりのちゃん。よいしょ。体固まっちゃった。待つからね。待つから。ナイスショー。ありがとうございます。ナイス。よし。やっと後半調子が出てきた。そうね、戻ったね、ドライバー。はい。後半の方が寒さマシだから。確かに。冷たかった前半。寒すぎたね。寒すぎた。ナイスショー。うん。すばら。いいね。すばら。すばら。りのちゃんと私しかわかんないよね。すばらって言ったらありがとう返してください。いつものプレイなの。いつものプレイなんです。お決まり、お決まりなんだね。よかった風が止んでくれて。本当だね。午前中の方が寒いです。午前中寒かったもん。途中集中力切れたもん。後半マジ帰ろうかとか言ってたもんね。ぐらい寒かったね。帰ろう帰ろうとか。あったかいお風呂入ろうよ。間違いない。いやー、よかったです。それぐらい前半はね寒かったです。寒かったね。こんななくなるだけでこんなにも違うんだって。本当に。108ヤード。P52。P が46で。はい。46度があるのか。46でいきます。はい。46だとマックスどんぐらい飛ぶの？マックス110ぐらいですかね。へえ。風もフォローなんで多分100ヤードぐらい飛ばない。ちょうどいいぐらい。なるほどね。来てます。お、飛んじゃったね。奥の段に行ったのかな。なるほどね。私は98ヤードで52度で行きます。おお、すごいね、本当に。いい感じ。うん。どうですかね。見えない。見えないね。あの先がどうなってるのか。見てみないとわかんない。ねえ。まあ多分いい良さげだけど。乗ってると思って。バターだけでいいと思うんだけど。大丈夫だと思う。どうか。ちょっと見えないです。見えないよね。二人ともいいと思うけど。二人とも同じような感じにいったよね今ね。一緒のところかも。パター勝負かもね。パター勝負。右側行かないとあれだもんね。ピンと同じ段じゃないもんね。そうです。こっち行っちゃうと。そういうことか。あ、残ってる。お。あれ？黄色は？あれ？奥行っちゃうか？黄色が見えない。私ちょっとスピンかけた。なるほど。なるほど。私ちょっと大きかったかな。あ、大きかったかも。クラブないじゃん。持ってこなきゃいけない。パタロッチか。あれどこまで行った？あったあった。もう今回。スピンをかけてよかった。今回りのちゃん手堅いんじゃないですか？手堅くいってます。負けないんでやっぱ後輩っていうか妹たち。そうだね。今回硬いですよ。バリ。攻めすぎるとねミスもやばい。そうね。足よりにはチップインがあるからね。そうチップインがあるからね。油断できないんですよ。一ホール目から衝撃だったもん。確かにね。うまい。頑張りたい。これはここ取ってったら結構大きいよ。確かに4点ついちゃうからね。はい、最後ダブルかけるしかない。でもあそこ得意だから私。最初も飛ばし屋が出てくるから。飛ばし屋だから2オン狙い。さあここ入れたらでかいです。斜め刺さってんじゃないの？じゃあこっち側、こっち。え？カップごと抜けそう。ですよね。ダメだ。じゃあここ。カップごと抜けそうだね。こうやって押さえとく。あ、そうだね。私ダメじゃない。ダメなのかな。ここだけ映してけばいい。大丈夫かな。すごい曲がってる。いやだってしょうがないよもう。抜けないんだもん。しかもすごいここ硬い。すいません。凍ってんのかな。ナイスパー。日焼けだ。引き分けです。よかったね。ピンが。何なんだろうね、大丈夫かな。なんか。なんで。あんま抜く人もいないからいいんじゃない。うん。私も。そういうことか。ああいう距離って結構気になったりしやだよね。やだよね。ナイスパー。ナイスパー。ありがとうございます。なんか。やっとなんか、ふんって感じ。入れたかったな、私。そうだね。ちょっと弱かったな。うん、両手弱かったね。ワイブ切れちゃったな。うん。ジャストタッチでいけたら、もうちょっと。大きめに読んで。なんか。ありがとうございます。優しいんですよ、りのちゃんは。優しさが出ちゃいましたね。優しいんですよ。優しいのか。優しさが出ちゃいましたね。ここに。私がグイグイっと。やばい。ここにグイグイっとグイグイっと入っていきます。次はちょっと厳しくいこうかと思います。お願いします。はい、お願いします。はい。わあ、いいね。ありがとうございます。お、これは残り50ヤードぐらいなのかな。そんな言ってないか。300近く飛んです。風が吹いたよね、またね。風吹いたね。これはちょっと風を使おうと思ったね。左から風来てたからね。もういい感じでフェードしてる。私も左からの風。うん。ドローンではイメージできない。私も。これ左行っちゃうと結構アウトだもんね。右の方が狭いですね。あ、そうなんですか。右は結構崖ですね。崖だっけ？左の方が広い。あ、そっか。なんか下まで落っこちちゃうんですよ。あ、そっかそっか。左は結構広いんだけど、まあ真ん中がいいですね。そうですね。真ん中がいい。私はでも左に引っ掛ける分にはまだセーフだと思って。右はもうプッシュアウトは最悪。なるほどね。だから左からフェードでいいと思います。ナイスです。二人ともいい感じにフェードね。はい。よかった。よかった。いい感じです。何番？9番？8？短めでいきます。127ヤード。うまい。右にキック。左に流れてる。止まった。めっちゃ良かったけどね。風が来なかったね。はい、来なかったですね。なんか左に打ったの？そんなことはない。そんなことはないんですけど、ただちょっと最後気持ち両目が出ちゃいました。そうだ。はい。112ヤードで U で。U。いいね。いいね。ナイスオン。スピンかけたの今の。はい、どうやってかけんの？上から少しカットに入れるとスピンかかるんで止まります。はい、すごいね。簡単に言ったけども。さらっと。さらっと上からカット目に打ってください。井戸ですみたいな。すごいよね。はい、お、これはいい勝負なんじゃないですか。意外と奥に切ってあったんだね。ピン奥で。テレビみたい。うん。確かに。しおりんの重いから重たくなったのかなと思った。登ってたのかな。ナイス。ナイスパー。ありがとうございます。引き分けですね。引き分けですね。そうですね。しょうがないですね。はい、しょうがないですね。うん。まあでもよく耐えましたね、2人ともね。確かに。うん。ナイスパーだった。ナイスパーでした。パリピなんですか？そんな別に。パリピですか？まあスポーティーではないよね。どっちかっていうとなんかおしゃれメガネみたいな。なんかこういう形になんか似合わないんですよ、私。ああ。そう、こっちか。なんか似合う似合わないじゃなくてしやすさを選んじゃう。これがスポーツしやすい、ゴルフしやすい。確かに。そうです。まあでも可愛いけどね。でもヒョウ柄にこれ着てたらパリピじゃないですか。確かに。なんかクラブの一番前で踊ってそうな感じ。そんなことないです。そんなことない。行ったことない。オープンカーとか乗ってそうだよね。雷びかせながらみたいな赤とかね。恥ずかしい。恥ずかしい。やだやだ。